はい、皆さんこんにちは、コウテンです。僕は今、新今宮駅のすぐ近く、FB ホテルズグランドのところに来ているんですが、今回この動画は、南海電鉄の普通電車と各駅停車の違いについてお送りしていきたいと思います。この南海電鉄の普通電車と各駅停車が混在しているところが、この区間なんですよね。難波駅と天下茶駅の間が、各駅停車と普通電車が存在しているということで、詳しく見ていきたいと思います。画面の奥に止まっているのが、南海高野線の路線ですね。今走っているのが、仙北高速鉄道線の電車になっております。仙北線っていうのは、南海高野線と直通運転がされているみたいですね。で、手前の線路が南海本線の路線となっております。なんかね、部屋自体も綺麗だったし、こちらのお部屋もなかなか見えるスポットじゃないかなと思います。鉄道ファン的にはこちらの都内ビュースポットが合うということで、僕たちが好きなようなスポットがたくさん見えるみたいですね。部屋自体は実質的に3、4000円ぐらい思いましたけども、僕が取ったのが大阪いらっしゃいキャンペーンということで、実質7000円ぐらいで取りました。じゃあこの南海電鉄の各駅停車と普通電車の違いはどうなっているのか、早速新今宮駅のホームに行きたいと思います。では南海電鉄の新今宮駅改札口にやってきました。では乗車券を変えて帰っていく前なんですけども、今回は大阪いらっしゃいキャンペーンで利用しているわけなので、大阪市営バスで改札に行きたいと思います。はい、ちょうどですね、高野線の定期停車が通ってきました。詳しく見ていきたいと思います。ちょうど今電車が来ているわけなんですけれども、左側の線路が南海本線の路線で、右側の線路が南海高野線なんですよね。で、今動画でもお送りしましたけども、各駅停車の場合は今宮恵比寿に止まりますけども、南海本線の普通電車はこの今宮恵比寿を通過して行くわけなんですね。で、こちらは南海高野線ではなくて仙北高速鉄道線の準急になっております。で、準急もこちらは今宮恵比寿では通過していくんですけども、実際今宮恵比寿を通過していく様子とかも見ていきたいと思います。準急がゆっくり走っていってるわけなんですが、こちらも各駅停車以外は準急も通過していくわけなんですね。お、これは特急仙北ライナーの11世紀の車両ですね。11世紀の車両は元南海電鉄の車両を使っているわけなんですけども、12000系というのは完全新車の仙北高速線の車両となっております。こちらが4番線に止まっている普通電車になっております。南海線の普通電車は今宮駅を通過していきます。今宮恵比寿駅を南海線普通電車が通過してきましたね。じゃあ今度は反対側の天下茶屋方面に向かう線路を見ていきたいと思います。ちょうど左側の線路が南海高野線の萩野茶屋駅、右側が南海
本線の路線となっております。こちらも各駅停車は萩野茶屋には停車するんですが、南海線の普通電車はこの萩野茶屋駅を通過するわけなんですね。今ちょうどやってきたのが関西空港方面から来た空港急行に、反対側にはちょうど6000系の急行電車が走っていくわけなんですけども、通勤車両の一番ドアっていうのはかなり珍しい車両なんかじゃないかなと思います。全部の編成が一番ドアになっているみたいですね。お、電車の発線が OK ですね。せっかくなのでこの発線300系で持っていきたいと思います。準急が通過していきますね。通過してきて反対側に電球でしょうか。あ、電球が通過していきますね。6点系が今見えると通過していくわけなんですが、線系の一番ドアの通勤車ってかなり自動車じゃないですかね。結構古い電車が多い南海高野線の車両になっております。ちょうど今宮ヘルスの駅に来ているわけなんですが、もう目の前がもうすぐ実は難波駅なので、歩いていても10分か15分ぐらいかかるんじゃないかなと思ったりするんですが、東側に行くと地下鉄の恵比寿町駅があるということで、恵比寿町駅とあとはですね、隣に西側に歩くと大黒町駅ということで、どちらでも歩いていても10分ぐらいはかかるんじゃないかなと思ったりするんですが、駅自体は各駅停車しか止まりませんので、普通電車でも例えとしても普通電車の南波方面に行かれる際は特に気をつけておいた方がいいかなと思います。ちょうど特急高野が通過していきますね。4両編成ってめちゃくちゃ短いんですね。車両も短いということで、ズームカーの高野っていうのは17m の車両だから結構短めの車両なんですね。2000系と2300系の場合も17m の車両になっております。こちらは岡山市方面から来た通電車が
はい、というわけで普通電車と各駅停車の違いをお聞きいたしました。やっぱり今宮恵比寿と柿の茶屋駅は各駅停車しか止まらないというイメージなので、やっぱり僕自身今宮恵比寿とか柿の茶屋駅っていうのはやっぱり行きにくいかなと思ったりするんですが、まあダイヤ自体は多めになっているというわけなので、この回にぜひ、この今宮恵比寿とか、柿の茶屋駅を立ち上げてみてはいかがでしょうか。今回ね、この動画あんまり詳しくないので、他の YouTuber とかも、この各駅停車と通電車に違いを、とか、開けているわけなので、詳しく見たい方はこちらをご覧ください。では、この動画は以上で終わりたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。